茨城県立三津街道第一高等学校は、茨城県常総市三津街道亀岡町麻亀岡に、ある県立高等学校。当記事では、遠隔、学校所在地、学校施設等共通事項以外は、主に全日制普通科について記述する。木の川のあぜ、筑波山を望む亀岡第地に所在。三津街道一高や、海高、海一、海一高といった、通称、 略称で呼ばれるほか、地元の上層市の旧三街道市域やその周辺地域では一校と呼ばれる。1900年の学校創立以来、2020年に120周年を迎える歴史の中で、同校の卒業生数は2万人を超える。現在学区の制限はないが、生徒の居住地域は、学校が所在する上層市内を中心に、むね北は隣接する下妻市、南は、 取出市西部、東は隣接する筑波市西部、西は隣接する坂東市の範囲が大半となっている。4年生大学のほか、短期大学、専門学校も含め、生徒のほぼ全員が、進学希望。1900年に、旧生種物中学校の分校として創立。2004年度から、学年生から単位生へ移行。2003年から2005年度には、文部科学省。 学力向上フロンティアハイスクールに2004年から2006年度には茨城県教育委員会の高等学校学力向上推進事業を大学進学ジャンプアップスクールに指定された2006年度に同窓会長の山口武平の名を冠した山口奨学基金という奨学金制度が創設された高奨効果創立10周年の1910年に制定 総春譜などで知られる吉丸和正による作詞、横浜州歌などで知られる南の応援による作曲。スクールカラースクールカラーはコバルトブルーである。紫と青が候補として挙げられていたが、応援暖気にした際に青空に映える色ということで、コバルトブルーに決定した。文部領土を歌い、運動部、文化部におよそ8割の生徒が所属。 野球部は1900年総部で同校において歴史のある部である。1955年には甲子園の北関東予選で決勝に進んだ。応援団は長らく委員会制をとっていたが、2018年度から部活動として復帰した。団内にリーダー部、チアリーディング部の2パートを置く。吹奏楽部は1963年総部で文化部の中でも歴史ある。 部の一つである。これまでもコンクール県大会において数回金賞を受賞しており、2007年度には県代表として上位大会である東関東水奏楽コンクールへ初出場し銀賞を受賞。2008年度も東関東大会へ進んだ。2012年度2013年度は2年連続で東関東大会へ出場している。演劇部は 県内有数の競合校であり、関東大会出場や毎年8月に行われるサマフェスへの出場歴がある。新本館完成の時は記念公演をセンターホールに出行った。県大会へは16年連続出場を誇る。弁論部は2006年から活動を再開し、全国高等学校弁論大会優勝などを果たしている。卒業生元生徒生門と旧本館。 特別教室胸体育館亀涼会館かつて三つ街道一校には木造校舎の中でも特徴ある大きな行動があった。これは1904年頃の建築家小牧根金次の設計によるものであるが取り壊されており現存しない。この小牧根による同時期同デザインの三校の行動のうち現存するものは太田はじめ高のみである。セミナー室 合宿施設を有する亀梁会館は、この旧行動の外観を模して設計された。高校のある上層市では、旧三つ会同士にフィルムコミッションが設立され、近年、積極的にドラマや映画のロケを受け入れている関係もあり、本校が撮影で使われることもある。利根川県域河川整備計画。茨城県。2010年1月29日閲覧。学校長挨拶。 茨城県立三街道第一高等学校。2010年12月13日閲覧。教務部から。茨城県立三街道第一高等学校。2010年1月29日閲覧。町の新設。上層市。2010年1月29日閲覧。茨城県の中高一貫教育校茨城県教育委員会。茨城県教育委員会。 2020年10月27日閲覧。ハイスクールガイド2019。茨城県教育委員会。2019年5月9日閲覧。AB、交渉。茨城県立密街道第一高等学校。2009年1月29日閲覧。創立100周年記念誌。歳尾100年。茨城県立密街道第一高等学校。ハイスクールガイド。 2019年5月9日閲覧、ありがとうございます。